アルキン。アルキン、アルキン、735年 ?804 年5月19日は、イングランドブリテン島のヨーク出身の修道士、進学者。長年ヨークにある学校の教師として務めた後、カール大帝のフライク王国の教会制度と教育制度の相談役を務めた。769年からは、トゥールの司教となり、聖マルティヌス、 サンマルタン修道院院長でカロリング長ルネサンスを代表する人物である。アルキンはアングロサクソン人で宣教師の姓、ウィリブロルドと関係があった。ヨークの大聖堂学校、カテドラルスクールでエゼルバート、エセルバート ?780 年のもと教育を受けた。アルキンはエゼルバートと写本を探すためにローマを訪れている。 エセルバートが766年にヨーク大司教に除解、除任されたとき、彼は司教養成学校、エピスコパルスクールの校長に就任した。彼は780年にヨークの大司教ヤンバルド一世、インボールディを訪れ、大司教としての権威を象徴する財服であるパリウム、おとりに再びローマに行った。また、彼はイタリア北部のパルマでカール大帝と会った。 カール大帝はアルキンを説得して、アーヘンの宮廷に招き、彼にフェリエール、フェリエアーズと、フランス北部のトロワ、トロワの、セールーの修道院を与えた。782年から790年まで、アルキンは、フランク王国の宮廷学校で、王や家族、学問のため集まった若者、及び宮廷礼拝堂の若い聖職者に教えた。ピピン。 カール・マルテルの子とアルキンの対話の中に、彼らが行った学問の例が見られる。教育改良運動に関して残っている一つの資料は、アルキンが書いた、カール大帝の会場でディタース・コレ・エンディス、オン・ザ・スタディ・オブ・レターズである。七百九十年、アルキンはイングランドへ戻ったが、カール大帝は、北スペインに勢力を持っている、洋史的、キリストロン、洋史に対抗するため、 再び、アルキンを招いた。その頃、ドレド大司教のエディバントストウルヘル・アーゲルの司教フェリックスが、イエスは人間で神の養子になったという異端説を唱えていた。794年のフランクフルト教会会議では、アルキンが政党の主張により勝利した。その後、再び、イングランドへ戻ったが、エゼルレッド王の死。 796年につながることとなった騒乱のためにイングランドを離れる。カール大帝はトゥールにあるサンマルタン修道院を与え、アルキンは晩年までそこで過ごした。アルキンは修道院学校、アベースクールを優れたモデルにし、多くの学生がそこに集まった。そして彼は非常に美しい多数の写本を書いた。さらに彼は修道院で、 多くの異形な修道士を育て上げた。こうした仕事の最中に亡くなった。アルクイーンはカール大帝の宗教政策を中心とした問題についての最も有力な助言者の一人であった。アルクイーンはカトリック信仰が地上に平和をもたらすものであると信じ、その実現者をカール大帝に見た。九十九年にアルクインがカール大帝に宛てた有名な書簡では、 教皇、ビザンツ皇帝が、いずれも堕落しているのに対し、カール大帝のフランク王国のみが正しい、キリスト教君主であるとした。そのすぐ後に出された書簡では、アルクインは、カールのフライク王国を、キリスト教帝国、インペリウム・クリスティアナムと呼び、カールの王権を、全キリスト教共同体を覆うものとしている。このアルクインの言う、キリスト教帝国は800年のカール大帝の、 体感で劇的に現実化した。アルクインは、両権論を取り上げ、カール大帝が、世俗の権も霊的な権も共に神から授かったとして、教権対する帝権の優位を説いた。アルキンは、ラテン語の知識をフランク王国に伝えた。彼の多くの業績は、デリトリス・コレンディスをはじめとして、現在も残されている。その他の業績として、 彼が仕事で使用していた文法及び修字と論理的推論の教育におけるいくつかの手引き書きがある。それらは対話の形式で書かれており、最後の対話者はカール・タイテイとアルキンである。また彼はトリートス・デファイディ・トリーナ・ターティス、聖書の注釈などいくつかの進学の論文を書いた。彼はイングランドの友人やザルツブルクの司教のあるのを彼もまた カール大帝の助言者の一人であった。また、カール大帝に多くの手紙を書いた。手紙は311通は現存している。主に経験の目想録で満たされるが、当時の文学と社会状況がよく伺えるもので、カロリング朝の人文主義の歴史に対する最も信頼できる資料である。カール大帝が795年教皇レオ三世が選出された際に送った。 外交書簡は、アルクインの手になるものと考えられている。この書簡は、キリスト教のための戦争、信仰の用語などを、フランク国王の職務と述べ、ローマ教皇の職務は祈りを通じて、国王を補佐することであると述べている。フォートナトゥース様式で書かれた、いくつかの優雅な手紙に加えて、彼はいくつかの長編詩及び多くの教会の詩の全体の歴史を書いた。例えば、 バーサスでパトラバスやレジバスエッソンクティース、エブラセンシスアクリーズアである。なお、ヨーク大学のアルキンカレッジは彼に由来する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。